で、最終フレットを押さえます。左手の人差し指で1フレットを押さえます。右手の人差し指で12フレット近辺を叩きます。その時に隙間が多少空いているのが分かると思うんですけど、今度こっち側を叩きます。こういうふうに隙間が空いてます。これが空きすぎている状態というのはネックが順ぞりに対して弦がまっすぐ張れますので、この隙間が大きくなるんですね。で逆に今度これがくっついてしまっている場合っていうのはネックが逆ぞっている状態で弦が乗っかっちゃってるんです。なので、それを合わせるために最終フレットと1フレを押さえてこの隙間を見ていくんですけど、例えばこっち側だけ隙間があってこっち側が隙間がない場合、ネックがこうなってるんですね。なのでその場合はプラスロットを回してそれが間にちょうどいいところに来るまで回していく。で、それも1弦側も同時に見ていきます。で1弦側と6弦側とで同じぐらいの隙間になってるんであれば均一にどっちかに沿ってる状態で、例えばこっち側だけ逆反りになっていてこっち側順反りになっている場合はネックがねじれてるんですね。なのでその時っていうのはもう自分では何ともならなくなっちゃいますので、リペアとかに出してもらって矯正するとかそういう方法を取ります。で今、本当に少しの隙間でしたのでネック自体は今かなりまっすぐな状態になってますんで、今度は、弦高を調整しますね。